映画なんですけど、ゆうたに報告あるから返信で送るね。なんだろう、ありがとう。あ、そうそう、実写のそれです。あ、そう、竹内涼真さんが出てる。いやー、良い。良いです、あれは。あ、そうそう、もうベッドチャートに書いて、そう、お、サマーソング公演当たりました、イエーイ、楽しみ。通勤中なのでまだ、ね、行ってらっしゃい。もう心配したよ。いや、面白いですよ。そう、あの、昨日一日中塾だったから、家帰ってきてから見ました。当選するようになって、またいますように。サマーバックのメッセージ動画撮ったよ。すごっ。それどういうやつだ。え、でもすごい、そんなに面白い。面白いです。ゆうたんのメッセージ動画当たった、イエーイ。え、本当にすごい、すごすぎ。やった、撮ります。やった、え、楽しみ。おしも当たった、イエーイ。同じ原作者の私のも映画化するね。へえ、見たことないけど楽しそう。お湯沸かしたから危ないですみたいな。たかしはどんなドラマ見てるの今は。あんま見てないんですけど、うん、ミュー404とか、あのなんだっけ、あ、今日からお仕事なんだ。あ、ね、当選したけどいけない。なんか昨日見ましたわ、私、海外みたいな。行ってらっしゃい。あんな恋愛してみたい。いやー、なんて言うんだろう、あれは現実にはあるわけがないですと見て分かりましたよ。迷わなん、私。おはー、海の始まり。へえ、いいですね、それ。いいものやつかな。私ね、ミュー404と、あ、ね、もしも徳川家康が総理大臣になった。え、それそれ、私見たいんだよね。めっちゃ面白そう。あと、あと、ミュー404と、あと、なんだっけ、一人も死なせない救急車みたいなやつ。ね、待って、なんだっけ、なんて名前だっけ、なんだっけ、もし徳は見てきた。待って、ゆうたんからの私物さんに当たりました。待って、最高すぎるかも。先生君主は、あの、浜辺美波さんと、あと川栄さん出てらっしゃいますよ。
浜辺美波さんかわいすぎる。そう、かわいいさん。あ、君の水槽食べたい。待って、それさ、そう、昨日なんか映画を選ぶみたいなところで、うわあると思って、私あれ小説で読んだんだよね。そう、それを小説で読んで、なんか小説でなんて言うんだろう、名前なんて言うの、なんか名前がなんか名前を言わないみたいな、なんかなんだろう、たかしくんっていう人がいたとしてさ、たかしくんって呼ぶんじゃなくて、なんか、あ、ちょっと言い方忘れちゃったんだけど、隣の席に座ってる君はさって言って、なんか名前が言わないみたいな。だから実写化したらどうやって書くっていうか、やるんだろうって。そう、だからちょっと実写化どうなってるんだろうってちょっと不思議で、それ見たいんだよね。今日の夜見ちゃおうかな。あ、アニメもあるの？見たい。あと小説から実写のやつで言うと、あの君の、あ、違う、なんだっけ、あの花が咲く丘で君とまた出会えたら、え、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらでいいのか、ご存知です？私小説、それも小説で読んで、映画はまだちょっとだけしか見てないんだけど、マジで感動した。もう小説そう、あの本読みながらポロ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 つって、もう泣ける。本当にあんなに泣ける本久々だよってぐらい、本当に泣けた。あと勝手に私が勘違いしてというか、私がね、あの演劇の時に、なんだっけ、戦争中のちょうど時代が一緒だったんですよ。私がやったことある劇とそのあの花のちょうど1945とかそういう終戦とかそこら辺のお話で、なんかはぁ、あ、っていう、あ、そう、ちょうど特攻隊の人が出てくるやつだったんですよ、私の出たやつの役。いや、私が特攻隊じゃないんですけど、私違うんですけど、あの、そう、福原遥さん、そう、曖昧みまいんちゃんの方。いや、私涙もろい。映画とか見るとすぐ泣く。あ、ね、福山雅治さんのね、もうめっちゃいいよね。もう私大好き、あれ大好きって言いながらそんな聞いてないけど、ごめんなさい、大好きで、いや、聞いた時も、あ、これは泣けてしまうって言ってね、いいよね。だって特攻隊なんだよ。泣けるお話作りますよね、本当に。妹がその実写化のやつちょっと見てて、それをちらっと見たぐらいなんですけど、いや、気になりましたね。あと、なんだっけ、昨日その、あの先生空襲見終わってから、以前もしだれという映画あったよ、前田敦子主演、峯岸みなみも出演して、 AKB かも一人、すごい、めちゃめちゃ AKB さんだ。ゴジラマイナスワンもいいらしいよ、他みたいな。ゴジラの話かな。この13出てたら見てしまう人いる。めちゃめちゃ推しとかはそんなにいないけど、なん
から有名なやつは見たい。いや本当に良い。あでその制作集見終わった後に私がそしてバトン、違う、そしてバトンは渡されたっていう、それも元小説から実写化したやつ、永野芽郁さんが主演というかあのあれの何ですか、主演の優子ちゃん役の、ねそれ、そう私あれ全部見てないんだけど、1時間ちょい見てちょっとさすがに遅くて寝たんだけど、そう石原さとみさん、そうかわいい、本当にかわいい、もう美しすぎてもうあのそれしか言わなかったよね。あの普通にお話も楽しかったというか、まあまだ、ちょっと途中しか見てないんだけどね、私本で見たんだけど結末どんな感じになったかちょっと忘れちゃった。うん、本当に。あね、長野芽郁さんで言えば働く細胞の実写と、わかるわかる、めっちゃわかる、私も働く細胞大好き、あれって結構覚えたよっていう感じ。働く細胞面白いよね、あれ読んでるとさ結構覚えるよね。でもね、俺物語見たことないんだけど絶対面白いよね、見たい。俺は飛行機の中で見て、飛行機で見たんだ。いやいいよね、いやいいよねっつってもまだ1時間しか見てない、あと1時間残ってるから。いやー素晴らしい。いやだからなんかああいう映画見ると私女優さんになりたいなーとか思っちゃうよね。俺物語はマジで面白くて可愛くて最高。そうなんだ。え、なんかヤンキーみたいなやつだっけ、スペインから帰ってくる飛行機の、スペイン行ったの、すごい。スペインって何語だ、あ、じゃあスペイン語あるか、うん、スペイン語あるか。え、高橋もちょっと、いや映画出たい映画出たいとか言って、めちゃがたいのいい男の子に恋しちゃう話、え、そうなんだ。ザ・ファースト・スラムダンクも面白いよ。え、普通のスラムダンクとちょっと違うの、映画みたいな。スラムダンクも見たんだよね、アニメバージョン。俺物語の実写は仙台で撮影してるから知ってる場所が多くて、あーえー嬉しいですよね、なんかあここじゃないって言ってね。ね、新潟ですね、ね、よく言うよね、なんだっけ市長みたいな人がなんか動いてくれたみたいな。伊黄島からの手紙、クリント・イーストウッド監督の映画みたい、アメリカ側から見た第二弾。すごい、なんだろう、すごい、タチウンガーならすぐ出れそう。いやそんなことないんですけど出たい、まあ、確かにそうですよね。そうなんだ、生産交代したっけ、そうなんだ。スラムダンク面白かったね、ハマって、私それで多分バスケ始めたんだよね、3ヶ月みたいな、小6の本当終わりの時にミニバス入って、一応試合出たんだよね1回だけ、得点決めたよ。高橋しおぼれしみつかめ、わー楽しんでますか、トーマされたの、今の内容が本当に本当に話の回収になるから楽しみに最後迎えてください、ありがとうございます、楽しみに最後迎えます。
忘れちゃうもんですよね。なんだったっけ、結婚したって伊予島。3はいかなかったんだけど2点ですね。いや、私女優さんになってみたいかも。でね、皆さんニコラってご存知かな。多分あんま知らないかもしれないんだけど、永野芽郁さんがもともといた天一の国。待って、私天一の国も大好き。めっちゃ面白かった、永野芽郁さん出てらっしゃる。それ、あ、そうそうそう、雑誌です。雑誌、永野芽郁さんがもともとそのニコラってやつの雑誌のなんていうんですか、卒業生っていうんだろうか。ニコラって雑誌、私めっちゃハマって、今もあそこにありますよ。めっちゃハマってた。キタリエさん、おー、キタリエさん主演のサニーはほぼ新潟で撮影したりだ。失礼しましょう。そう、舞台もやってみたいよね。いや、そう、ニコラが好きだった。でも永野芽郁さんが出てる時のニコラは買ってなかったんだけど、あ、そうそう、ニコルンさんがそういらっしゃったとこ、林メアリちゃんさんとか好きだった。可愛かった。めっちゃ余ってたの思い出します。たかしが舞台だったら全通します。ね、失礼いたしました。ちょっと、あ、JK 向けなんだ。あ、 JK 向けか。ベルちゃんさんも昔キッズモデルしてた。すごーすごーすごい。そうなんだ、たかしの舞台のストーリーは囚われたユニコーン、みんなで助けに行くって感じか。あれ、エルマーの冒険みたい。知ってます、エルマーの冒険。私ちっちゃい時エルマーの冒険一番好きだった。今も好きだけど、幼稚園でエルマーの冒険の劇した。竜を助けに行こう、みんな僕らの仲間だぞ、力を合わせて勇気を持って行こう。すごくない、意外と覚えてるもんですね。今日は気にカメラに近い。コメントが。東方シンデレラ目指す。え、それって浜辺美波さんが受かられたやつでしたっけ。え、違う、なんかありましたよね。
エルマーモの冒険も好きだったの、本当に面白かった。なんかみかんの実の方をエルマーが食べて、皮の方を竜が食べてた。竜ってなんて名前だったっけ。初代は沢口春子さん。人の名前を読むほど緊張することない。やすこさん、すいません、やすこさん、沢口やすこさん。そうなんだ、初代か。でもさ、すごくない、あのだってなんかさ、映画見て泣くことはあるけどさ、だって女優さんってじゃあこのシーンからこのシーン撮ります、はいどうぞって言われるわけじゃないですか。いやいや多分ね、それでさ、直前までさ、めちゃめちゃさ、なんかのなんだろう、エルマって面白いよねっていう話でさ、めちゃめちゃ盛り上がっててさ、急にさ、そのなんていうんですか、あのカソウケンの女の人、待って、あ、いや、そうだったんだ。すごい、映画初日が映画の途中のシーンから撮ってる時もあるから、すごいよね。ですよね、え、ですよねって、そうなの、すごい。いきなり最終回からとかだったらさ、もう気持ちを作るのめっちゃ大変じゃない、もう。だってさ、それまでさ、何にもさ、ほぼ初めましてみたいな、あ、初めましてとか言ったけどさ、今までありがとうみたいなさ、だってさ、すごくない？ねえ、女優さんってすごい。いやさ、なりたい職業がいっぱいあるから、それもいいと思うんだよね。あの、なんて言うんですか、あのお医者さんにもなりたいし、弁護士にもなりたいし、洋服屋さんの店員さんもやりたいし、メスとかいう人もやりたいし、あと小児科のなんかもった「はい、何々ちゃん」っていうのもやりたいし、まあ先生にも、で絶対先生大変だから、女優さんで一回経験するぐらいでいいから先生にもちょっとなってみたいし、そう、やりたい職業がいっぱいあるから、もしもめっちゃ女優さんになれたら、いろんな、何ですか、職業できちゃうんじゃねみたいな。 MER だ、そうそう、私は MER 大好きなの、医師の、あ、なんだっけ、そう、お塩一個に一人に調べれないのと、まあちょっと、まあ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 一緒ですね。今日もかわいいやちゃん、おはようございます、嬉しい。うちの村長なんか二十歳で高校生、いやでもいつまでも可愛い、めっちゃ楽しみ、将来高橋が女優さんになったら
自分の死に上見とってください。そんなこと言わないで、仲間になって嬉しい。元新潟県知事だった人は医者と弁護士の両方の資格を持ってて、めっちゃすごくない？片方でもめちゃめちゃ難しいんじゃなかった？ねえ、MER カー乗って、ねえ、なんだっけ、バンダイにさ、MER カー来たことありますよね。私行った気がする、でも乗らなかった。多分 MER カー来た気がしますよ、バンダイのなんかの。今日も可愛いって、嬉しい。いや、だっていや、私見とるの。石の北見です、石の北見です。大丈夫ですか？ちょっと心臓病する。あ、異常なしですね。あ、ちょっと待って、ちょっと胸の高鳴りが結構激しみかもしれないです。大丈夫ですか？大丈夫ですかね。死者はゼロです。やりたいよね。で、待って、いや、 MER か、MER か好き。ちょっとときめいちゃってるかもしれない。胸の音が何？朝ごはんの時間ですよって言われて、あれ。おしゃべり会で私胸の音が何？これお出迎えで言ったら見ると心臓ドキドキするのは病気ですか？ちょっと医師の北見です。ちょっと見てみますね。あー、確かに原因はちょっと高島岩っていう子かもしれないかもしれないですね。ちょっとお薬出しておきますね。なんだろうね。あー、ね、待って、かぐや様見た。かぐや様面白かった。かぐや様はね、病名は濃いです面白かったね。え、妹探しね、え、本当にあれは助けられなかったのかとか思ってね、泣ける。あられちゃんの心臓しゃべるの？なんて言うんだこれ、録音？博士が？恋の病が治る、お薬大量にお願いします。治るものあるかな。お薬はユータのウィンクです。もっとバカ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 ってなっちゃうかも。ねえ、なんだっけさ、あ、これ半袖じゃできないんだ。半袖ができない。半袖だった今。新潟といえばときめす、少女時代見に行った、もう10年ぐらい前。少女時代見に行ったんだ。少女時代、あ、どうなった時、あ、違うな、あー思い出せないけど、少女時代なんだ。のり巻きせんべい、めっちゃおせんべいだ。恋はエリアなのか、まさか外
体やばい10秒しかない、あ10秒じゃ 10% しか、高志方ウイルスに感染してるのはゆうたん先生にお薬出してほしいっすちょっとお薬出しときますね。お医者さんなってみたいけどちょっと難しいな。メガネ女子のゆうたん、おはようございます。自分の住んでるところドラマ映画のロケ地でいつも使ってるところなんで、女優の高志が来るの楽しみ。行っちゃいますね。どこだろう、赤レンガ。 10% あれば20分以上できるし、そうなんだ、意外と持つんだ。恋はエリアなのかまさか発想、体のどこかで最近は元々のポジションでやることが多いかも。お勉強じゃなくてそっちもかかるんだ、すごい。今もドラマ撮影してる、すごい。ドラマ撮影してるところとか見たことないかも。家から5分ぐらいのところに欅坂の MV の撮影地があります。すごい。みんななんかすごいすごい都会というか。見てみたい。絶対楽しいでしょう。てか可愛い女優さん見れる。学校帰りに撮ったらちょうど撮影中だった。すごい、すごじゃあちょっと泣き演技練習しますねありがとうございます待って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 、ちょっとお父さんが迎えになっちゃった。そうなの、お父さんが迎えになっちゃった。とちおんがここエコーかかる。とちおん、とちおん、とちおん、とちおんがーがーがーってなるから、助けて、とちおんがーなんか頑張れたって諦められてる。映画見て泣くのは得意なんだけどね、自発的にというか泣くの難しいよね。ななみ師匠、弟子の高志が日々成長してますよ。報告ボイス、初めて聞いたよ報告ボイス。あ、確かにこれ奥松組さんの、まあ一緒にしないで、あの私がこうちょっと 肩身が狭いというか、でも可愛かったな、松組さんのメガネめっちゃ可愛かった。やっぱ可愛い人ってメガネも可愛くなるんだよな、本当に可愛いんだから。ブラボー選手だ。あ、ユニコーンありがとうございます。
プチョンガお盆でお店が忙しい。ああ、ね、私あれ食べたい、キムチ、キムチ油揚げ、油揚げキムチ味のやつ、あれ美味しかった。でね、私巻き爪の、私巻き爪であれ何でしたっけ、皮膚科にこの前行ったんだけど、ヨンキセ最近メガネして配信してな、入りか、可愛いメガネとちょっとリアルメガネで申し訳ないという気持ちです。サホリンとか超可愛い、サホリンのメガネ大好き。それで、あの病院行ったら巻き爪じゃありませんって言われて、なんだっけ、なんか食い込み爪みたいな、巻き爪じゃないんだけどみたいなことを言われて、確かにみたいな、なんか巻き爪の写真とか見るとすごいガッてなっちゃってるじゃん、ガーまでいってないんだけどちょっと痛いかなみたいな感じで、それの対処法が爪の間に ガーゼだっけ、なんか コットンみたいな、俺は挟むといいよって言われて、そうだから今伸ばして、でも確かになんか挟むとそんな痛くない気がしている。なんかほとんどの人は巻き爪じゃなくてその食い込み爪らしい、ガじゃなくてカって感じ、そうだね、ちょっと軽い感じ、カって感じ。世界はどこまで青空なのかの撮影地が MV 撮影地が長岡市にあるから行ってみて、行きたい。あ、山古志村？待って、私山古志村知ってるよ、あのなんか調べた、地震から復興した町みたいな、100年の山古志みたいなやつみたいな、懐かしい、学校で100年の山古志っていう動画見たんだけど、牛と戦いに違うよ、そうあれも泣けたなんか学校のやつなんだけど、恋がいた、あと手掘りトンネルが日本だか世界だか最長みたいな、あ、ねえ、マイリと子犬の物語、ねえ、それなんかポスター貼ってあったな、それ見てみたい。新潟駅に絶対リエできたの知ってる、あ、なんかが誰かがコメントしてくれた、でもまだ行ったことないな、行ってみたい。ご飯屋さん、いや映画っていいねっていう話で、私はじゃあちょっと演技力向上と、もしかしたら映画でダンスとか、KB さん、え、グリーンフラッシュって、おう、おい、おい、おい、おお、グリーンフラッシュって柏木由紀さんがダブルセンターの、中山随道、あ、そう、そんな感じ、ゼッテリアよ、ロッテリア、え、ロッテリアってさ、めっちゃ大食いみたいなところ、え、マリとこういうの、あ、見たんだ、え、待って、私も見たいな、見たい見たい見たい、え、ね、ソーロングだよ、めっちゃ長いみたいな、あれ手で掘ったのかって思って、めっちゃ長かったの、涼しかった、ありがたいものです、いやー、いいよね、絶品のロッテリア、あ、そうなんだ、グリーンフラッシュってラップあるの、ちょっと練習します、一応ラッパー志望なんで
あ、ラッパーと女優さん志望のアイドルなんで。マネカルザル、ユーセルカミ、俺らナルフソのままで、え、スヨーヨーテハソン、ユーションノーテネラード、トラベルトロールカスム、ジョーレンタルテネラズボス。高見菜さんがラップなんだ。じゃあ配信終わったら聞きます。いやでも女優さんになったらラッパーなれるかもしれないから、ラッパーの役がもらえるかもしれないですよ。なんだろう、ラッパーを夢見る女の子みたいな。そしたらプロデューサーさんみたいな人に、いや君はラッパーじゃなくてアイドルの方が向いてるよって言われて、でもいや私はラッパーになりたいんだって言って大渋谷すごい都会だ。じゃあグリーンフラッシュ聞きます。ひのさんラッパー役だったんだ。すごい。え、でも舞台やってみたい。では誕生日もさせていただきます。待って、すごい飛び高ししてる写真に変わってるよこれ。グリーンフラッシュって夕日が日本海に沈む瞬間に見えるやつ。へえ、そうだったんだ。え、緑になるんだ、知らなかった。いきます。柏木由紀さんのダブルセンターってことしか知らなかった。いきます。13位アベベポキさん、ありがとうございます。12位タカシラブナホコちゃん、ありがとうございます。11位 MS さん、ありがとうございます。10位ともじいシャリジョーチュンさん、ありがとうございます。9位ジンさん、ありがとうございます。待って、変わったよ。 RC さんがいたのか。12位 RC さん、ありがとうございます。で9位ジンさん、ありがとうございます。8位高野さん、ありがとうございます。7位てるてる坊主さん、ありがとうございます。噛んだ。7位てるてる坊主さん、ありがとうございます。